はい、今回は開発技術部の業務紹介になります。ということで、開発技術部品質技術課係長の高田さんにお越しいただきました。高田さん、お願いします。よろしくお願いします。高田さん、まず簡単に自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。わかりました。先ほど紹介にありましたように、開発技術部、品質技術課に所属してます高田正明と言います。年齢は41歳で、今年翻訳になります。松永製作所自体は、私入社して7年目っていう、日が浅いんですけども、中途入社してまして、前職については、自動車系のメーカーに勤めてました。で、7年前からお世話になっております。はい、はい、ありがとうございます。高田さん、なんか趣味とかってあるんですか？趣味は、個人的にはもう昔からなんですけど、漫画が好きで、友人が遊びに来るんですけど、よく軽い満喫だねっていう形で本来の目的と違って、みんなで漫画を読みふけるみたいな感じになってます。で、あとは最近だと子供も少し大きく、子供いるんですけど、子供が少し大きくなってちょっと生き物とかに興味を持ち出したので、ちょっと飼いやすい生き物っていうのをちょっと育てたりとかをしてますね。はい。何かおすすめの漫画とかってあるんですか？おすすめはですね、僕結構いっぱい買うんですけど、大体スポーツ系とか、歴史的な漫画っていうのをよく読みますね。はい、ありがとうございます。参考にさせていただきます。はい、生き物って何を飼われてるんですか？ですね、今季節が夏っていうのもあるので、子供がすごいカブトムシとかに興味を持っているので、最近もらいまして、カブトムシの方育てたりとか、あとはネットとかで調べたりして、メダカが飼いやすいっていうのを結構見たので、じゃあ飼ってみようかっていうところでちょっとメダカを飼ってたりします。でも、メダカの方はもともと10匹ぐらいしかいなかったんですけど、もう今普通に育ててたらもう100匹近くになっちゃって、すごいですね。どういうふうにこれを育てていこうかっていう、ちょっと維持管理をどうしようかっていうのに今悩んでます。なるほど。はい、プライベートも充実されてるということで。そうですね。まず高田さんにお聞きしたいのが、開発技術部ってどういうことをされてるんですか？開発技術部では主に4つの、それぞれの目的で、業務に従事している方が見えまして、1つは、よく皆さんが、病院だったりとか、ショッピングモールとか行かれた時に見るような汎用的な車椅子を開発している、部隊と、個人個人の方に合わせた車椅子を、製作するオーダーメイドの車椅子を作る部隊と、その車椅子を、どう作っていくかっていうところの、作り込みの部分ですねを検討するような部隊と、お客さんのところに、安心安全な、ものを、提供するために、どういった評価をして、それを品質を担保していくっていうようなことを、検討実行していくような部隊、大きくこの4つが、ありまして、で、私はその中の、最後にお話しさせていただいた、安心安全ですね、お客さんの方に提供できるような形の品質の部分を、司るようなところの、部隊の方に所属しております。はい、なるほど。このものづくりというところの根源を担っているという感じですかね。そうですね。かっこよく言えばそういうことです。はい、品質技術課に所属されているということですけれども、具体的にどのようなお仕事をされているんですか？主にですけど、お客様に、納品した製品で、不具合が起きた場合だったりとか、常に物は作ってるっていうところもありますので、製造上、起きた不具合に対して、原因
の追求と、まあ、それに対して、まあ、再発防止等ですねを、まあ、どのようにしたらいいかっていうところを、まあ、検討したりするような部署になってきます。はい、なるほど。当社で言えば車椅子に何か不具合があった際に品質技術家さんで検証されるという、はい、そうですね、はい、車椅子のこの共通の何ですか、基準というか規格みたいなって何かあるんですか。まあ皆さん多分まあよく耳にされてるとは思うんですけど、まずまあ松永製作所として ISO の9001っていうのをまあ品質に関わるまあ国際規格になるんですけど、まあそれを認証しているまあ企業でもありますので、まあそれにその規格に基づいたまあまあ、企業運営っていうところをしております。でまたまあ製品によっては、まあ、様々な、まあ、いろんなところに売ったり販売したりしてますので、はい、それぞれのまあ国ごとのまあ規格っていうのもありまして、はい、まあ、例えば日本だと、まあ、JIS と呼ばれる、まあ、あの日本の規格があるんですけども、まあ、私のたちのところではまあそのようなところを満たす、要は販売するところに対してまあ規格を満たすようなまあ、製品の検証だったり、まあ、そういったこともまあ行ってますね。はい、なるほど。国際的な規格だったり、まあ、国内の規格をクリアして、うん、まあ、なおかつ品質技術家さんのまあ厳しい目が松永製作所の安心安全なものづくりを根底で支えているというわけですね。そうなりますね。はい。品質技術家さんの普段の、はい、業務内容について、はい、なんか普段例えばこんなことしてるよみたいなのって、はい、教えていただいてもいいですか。はい、わかりました。ですね、まあ、今この私今座ってる、まあ、車椅子とかあると思うんですけど、あるんですけど、はい、まあ、営業さんであったりとか、まあ、現場の方から、まあ、お客さんでこういうちょっと不具合があったんだけどとか、まあ、連絡が入ってくるんですけど、まあ、例えばあのこういう車椅子がまっすぐ走らないよとか、うん、っていうような、まあ話で、まあ、問い合わせがありましたと、はい、まあ、しますと、まあ、私たちの方でじゃあそのまっすぐ走らない理由っていうのが、まあ、何が原因してるのかっていうのを、まあ、まあ、物を見たりして、まあ、確認していくんですけど、まあ、例えば今ここについてるキャスターでが悪いのか、例えばこうフレームが歪んでて悪いのかとか、まあ、そういったのが、まあ、実際そのまっすぐ走らないのは何でかっていうところをまずあの追求していく。でまあ、それに対して、まあ、原因が特定できたものであれば、じゃあその原因に対して、まあ、どこに対して、まあ、是正の話をするとか、まあ、そういったところをまあ調整していくようなのを主にまあやってますね。はい、なるほど。普段高田さんが仕事をする上で、はいはい、なんか意識されてることってあったら教えていただけますか。はい、まあ問い合わせとか、まあ、あった場合ですね、まあ、当然あの不具合の連絡になりますので、まあ、いち早く、まあ、対応するっていうのがまず大前提にあります。でもう一つは、やっぱりあの現物とか現場とか、まあ、その辺の、まあ、三元主義と呼ばれるものですね、まあ、そこに対してはあの常に意識するようには心がけてます。はい、はい、頼もしいですね。ありがとうございます。なんかそういう考え方というか、はい、思いに至ったなんかきっかけみたいなのってあったんですか。はい、まあ、問い合わせ、まあ、受けて、はい、例えばまあ文書で来たりとかメールで来たりとか、まあ、その人が聞いた内容だけで、まあ、過去あの判断して動いたこともあって、それをまあ単純に鵜呑みにして動いたことで本来のその真の要因ではない、はい、まあところを見てしまってて、まあ、根本解決ができずに、まあ、根本解決するまでがすごい時間かかっちゃったっていうこともありまして、でやっぱりあの自分の目は、まあ、その人を信用してないわけじゃないんですけど、やっぱりあの自分の目でしっかり確認して理解した上で、まあ、やっていかないと、その正しい判断とか、まあ、解決の精度っていうところっていうのがやっぱりあの良くならないので、まあ、そういったあのところですね、精度を上げるためにも、まあ、そういったところの意識っていうのはあの心がけてますね。はい、なるほど。今の品質技術家さんで何か苦労されたことがあれば
教えていただけますか。私自体が、冒頭の自己紹介でも話させてもらったように、中途で入りまして、まだ7年っていう、非常に浅い、社歴としては浅いんですね。で、松中製作所自体が、すごい歴史がやっぱり深くてですね、不具合でも何でもそうなんですけど、私の知らない製品っていうのがやっぱり多くあるんです、で、そういった製品に対して、問い合わせがあったりとかするとですね、やっぱりその製品を知るところから入ることになりますので、そういったところですね、そういった時がすごい時間かかってしまうっていうのがのと、やっぱり製品についてちょっと知識不足っていうところが否めない部分もあったりするので、そういった時にちょっと苦労しますね、なんですけど、結構皆さんこうなんか教えてくださいっていうのを、お伝えすると、結構丁寧に対応してくださりますので、そういった方、そのベテラン社員さんですね、の方のアドバイスをいただきながら、なんとかやれてるのかなっていうのが、そうですね、今の仕事かなと思ってます。なんか困ったことがあった時とかっていうのは、こう周りに相談しやすい雰囲気であったりするんですか。そうですね、結構兄貴肌の方が多いので、話しかけるとですね、結構そのおじゃあ教えるよみたいな感じで、結構丁寧に詳しく教えてくれるので、そういったところはすごい助かってます。それは頼もしいですね。高橋さん、松永製作所に入ってよかったなとか、なんかこれ成長できたなっていうことって何かあれば教えていただけますか。そうですね、その製品を、開発から販売して、皆さんの手元に届けるまでっていうのが、できる会社っていうのが、全国見てもそんなに多いとは思ってなくてですね、そういったところでですね、その会社に入って、当然一から物を作っていくので苦労っていうのも当然多いんですけど、実際にその自分たちが携わったものっていうのが、自分の目で見れて、でそれが使ってる方に役に立ってるっていうところを、本当に見ることができるので、やっぱそういう機会が多く、触れることができるので、そういった喜びっていうところは、すごい感じることができるっていうのが、前の会社にもなかったところかなと思って、そういったところは良かったなとか、あとは、その一からものづくりっていうところで、そういった技術面とか知識面っていうところもすごい自分の身にもなってるので、そういったところは成長してるのかなとは思ってます。なるほど。前職は自動車部品を扱う会社ということでしたけれども、完成品メーカーというのは、ものづくりに携わる方にとってはやっぱり大きな魅力になりますよね。そうですね、大きい魅力だと思います、最後に、技術職志望の方に向かって、何かメッセージをお願いしてもいいですか。わかりました。松永製作所は、車椅子の開発から製造まで行ってます。その中で、困っている方にですね、このような製品を作りたいとか作ってみたいと少しでも、考えている方がいれば、それを実現できる会社だと思っております。でまた私が、年も年で頭でっかちな人間でもあるんですけども、若い方の柔らかい発想っていうのは私たちにとってもすごい大歓迎でありますので、一緒にものづくりができることを、楽しみにしていますので、ぜひ、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ものづくりを通して、世の中に貢献したいという方、ぜひ我々と一緒に働きましょう。お待ちしています。いかがでしたでしょうか。今回は業務紹介ということで、開発技術部品質技術課の係長高田さんにお越しいただきました。この動画を見て私たちと一緒に働きたい、そんな風に思っていただけたら嬉しいです。またこの動画が良かったと思われた方は高評価、チャンネル登録もお願いできますと嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。